動詞のラ行変革活用始めていきましょうはいこの変革活用という名前自体皆さんは耳にしたことがきっとあると思いますよ、えー、中学生の時に勉強した文、えー、文法の変変活活用用あありりまましたね、えー、古文における変革活用は4種類ありますその1つ目として今「ラ行変革活用」が出てきていますが、えー、省略して「らへん」という言い方をしたりもしますね さあ、えー、この「らへん動詞なんですけれども数は非常に限られていますその代表例としててありを挙げていきますではここで、えー、未然形連用形終始形連帯形依然形命令形のそれぞれに続く言葉をおさらいです、えー、未然形の下には「ないなにしない」という意味の打ち消しの助動詞「図」が置かれますね、えー。連用形はその下に 接続助詞のてが続くのが代表例です。えー、終止形はそのまま言い切りの形形になったり、辞書で引く時の形と覚えるのがいいでしょう。 えー、連帯形下に体言が続きますので代表例は「こと」がいいですね依然形は、えー、その下に接続助詞の「ども」を続けて判断していくことが多いです命令形はまあ命令なんですが便宜上このように、えー、びっくりマークをつけておくことにしますでは「あり」です活用させますよ「あらずありであり」「あること」 あれどもあれラリリルレレとなりますあれこれってなんか何かの活用に似てませんか、えー、ラリリルレレ見てください、えー、段で言うと上から四つを取っていますこれって上から四つなんだから四段活用に似てない そう、似てるんです。似てるけど同じじゃない。だから気をつけなければならない、ラ行変革活用です。さあ左側に書、えー、きまとめておきたいと思います。余談活用の場合、修士権が右段なんですよ。でもラ行変革活用の場合って、えー、終止形はそう、あり、ですよね。ですから、リ 異段の音でしょ。同じように「あ」「い」「う」「え」の4つを使っているように見えて終止形は「異段である一方「四段活用」は終止形が「う」だんなんですどんな動詞があるかちょっとおさらいしてみますか、えー、例えばそうですね今皆さんによくイメージしていただきたいのはやっぱり「かく」ですねはい見てください「終止形」「かく」「う」でしょ「かき」の「い」ではないわけです そう考えると、えー、終止系のこの、えー、見分けが何よりも大事であることに気付くと思います。それから、えー、先ほどもお話ししましたがラド変革活用、えー、らへん動詞は、えー、この4種類しかないんです非常に限られているですから「えー、ありと」とそれから「えー、これおり」と読みますよ「おり」それから「はべり」最後に「 今そっかり、えー、この4つ見たら瞬間に羅編同士だとピンとくる。そして、えー、さっとことさっと口から出てくるっていうのが何よりも大事なんですね。ですから、暗記はまず口ずさむこと。そして、えー、瞬発力が大事です。えー、っとえー、っと何だったかな？って言ってる。うちはそれを覚えたうちに入らないんですね。さあ、えー、今そっかりなんですけれども、これね、えー、他にも言い方があるんです。 はいよく見てくださいね今そがり今すかり今すがりはい、えー、どれも同じ意味を持ちます今そかり、えー、今そかり以外にこのような言い方になっても同じラ変動詞であることをよく覚えておいてくださいねでは ありの活用の種類と語感も埋めていきましょう。活用の種類は、はい、今やっている通り、ライを変革活用です。えー、略して、ラヘンと書いておきますよ。語感、変わらない部分は、えー、あですね。では、おりです。お、え、り、ー、を見た瞬間に、ラヘン同士だということには、すぐ気がついてください、えー。語感、変わらない部分は、おですよ。さあ、 おらず、おりて、おりおること、おれども、おれラリリルレレラ行変革活用です、えー。はべりです。同じくらへん詞ですね。活用の種類はラ行変革活用。五、え、感、ー、通らない部分ははべの部分ですよ。さあ、はべらず、 はべりて、はべり。はべること、はべれども、はべれ。らりりりれれですよ。はい、最後です。今そっかり。えー、活用の種類はやっぱりらへんですね。ら行変革活用。五感ですが、はい、二行にわたってしまって恐縮ですが、五感はいまそっかですよ。今そからず、今そっかりて、 今そかり。今そかること、今そかれども、今そかれ。ラリリルレレですよ。ラ行変革活用動詞、終止形が異段であること、そして、あり、おり、はべり、今そかりのこの4つしかないこと、よく頭に入れておいてください。動詞のラ行変革活用、以上です。